い、今日は徳の幼稚園の脱穀予定でしたけど、さすがに予報通り雨降ったね。ということで、こういう日を待ってた仕事があります。これこれ、じゃじゃーん、溜まった乾燥機のほこりゴミでございます。うわー、すごいこと。やっぱ一番乾燥機一番使うから手前側がすごいことになるのね。こういう雨がちょっと降ってる日でないとホコリがすごくて作業ができませんということで、今日はもう絶好の日ということで狙ってたんでしょうね、スーパーメカニック。で、今年も結構あそこの田んぼにもみ殻をもう撒いたんで、後で撒いてから例のカルス菌を分解のために撒いて、耕す予定でございます。わお、林野さんはこういうね、二重の、乾燥ほこりのこういう溜める部屋を作っています。まあ一時保管所でいっぺんここで落としてから、二次で次の部屋で細かいのを落としっていう感じでやっています。まあ、除雪の要領で、わあ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 、すごいすごいわ。やっぱしんちょうに運ぶけど、こぼれそう。
とこの辺狭いから切り返しが難しいよね。この燃料タンクの軽油タンクのタワーが立ってるからね。かき氷を崩すみたいにちょっとずつ、よよよよ、揺さぶってる。バケットの中になるべく入れてこぼさないように、あとはそーっと。って感じで乾燥機の粉塵を片付けています。イエーイ、頑張れ。だいぶなくなってきました。一次粉塵室で溜めてこのねスリットから二次粉塵室に、細かいのをより細かいのを落とすっていうような作戦でございます。ところどころ落とすよね。ブロードキャスター3950は今日はちょっとお休みかな。ドド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 ドなりました。昨日30度近かったので今日は20度以下なのかな。で本当朝ちょっと寒くて鼻水が出ました。ということで今日はね、網の中できる仕事と、で実はあるブツが届きます。あるブツがね、今日はそれもちょっと見せしたいと思います。大丈夫大丈夫、見えるから。
確かに飛んでくるわもうちょっと下がろう。おや、なんか重機来たぞ。なんかお隣さん下水道工事するって言っとったけど、それかな。あそこ入れたっけ、あんなでかいの。生垣ゴリゴリしながらバックしてじゃないか。今回こんだけ離れとりゃ大丈夫やろ。それにしても寒いね。もう何ヶ月ぶりにジャンパー出してきたけど、それでも寒いでございます。約48ヘクタール分ぐらい、すごい量の粉塵だよね。さあ今日は餅つきだわね。雨の日は餅つきと。天気を見ながらいろいろと作業を進めています。ようやく新米で林さんちの定番餅を作ります。皆さんお待たせしました。結局最後は人力やね。端っこまで取れんしね。そうですね。うん、ブハブハブハ、こっちもすごい。ブハ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 。見えない。終わった。終わっちゃいました。終わった、よかった。綺麗になった。元通りでございます。さあ巻いてる巻いてる。ちょうど雨も降ってきたしね、埃が抑えられてちょうどいいわ。
んな感じで少しずつ入っていきます。いい、来た来た来た。林さん家の普通じゃないコシヒカリに計算を散布します。午後から小雨だったので巻いてたみたいです。頑張れ。雨降ってるからカバーつけてるね。普通じゃないコシヒカリはターンあたり150キロと、普通のコシヒカリとか、まあ他の品種に比べてたくさん巻くようにしています。でこの後カルスキン巻いてすき込みます。という感じで着々と土作りも進めています。米ぬかちょっと拭いてるし、慌てて抜いてます。頑張れ。こんにちは。できた。はい、大変お待たせいたしました。じゃあ、あちらで。どうぞどうぞどうぞ。はい、お待たせしました。いつ発注したっけ。返事の後なんで3月か4月か3、4、5、6、7、8、9、10。出た。じゃあちょっと見せてください、はい、あ、ちょっとこんなやってた。はい、いいですか。いいけど撮影中。いいよ。やっぱり、うん、そのまま動画で使おうかな。すいません。お仕事してください。はい、開くよ。はい、じゃーん。あ、ちゃんとロゴが入ってる。はい、箱が結構可愛いです。どうやって開くの。そこからか。ちょっと待って。さて、開封です。あ、ちゃんと履歴書みたいなの入ってるんだ。はい、コロロ。コロロ。コロロ。はい、コロロ。カエルの鳴き声。なるほど。これの名前違うよね。違います。あの、自分の、自分のブランドの名前やね。こうやって開けばいい。あ、そうです。布ごとスポット布ごと引く。もう引いてもらって。あ、なんかガシャガシャ言う。すごい。わお、すごい。なんかお腹に持ってるよ。あ、それはご注文にありました。あ、マークの。なるほど。よー、すごいよ。ご注文いただきました。殿様がやるです。いや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 、映っとるやろな。回しとるやろな。やっぱり見ながら映さんとこ。さて、例の物を。はい、
うひょー出たおかがみヘルメットっていうか、これはまあどっちかというとカブトの、そうです、ね、何立てってたっけね、前立て、前立て、ね、カブトの前立てのイメージだよね、はい、これをどうやってかぶせるの、上からもうカポッとちょうど目の膨らみのところに、こういう感じ、手前ですね、ここの目の膨らみ、おっと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 、ちょっと待って、ちょっと待って、もうちょっと立てて、ちょっと滑りますかね、乗せて乗せてヘルメットあの手前立て、こういう感じ、こういう感じ、あ、かなり前だぜ、そうですね、もうここじゃないとそのポロって落ちちゃって、あーなるほど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 、よし、こういうイメージなのね、回せないちょっと横見てくださいよ、作者とするのが一番やった、いいねいいねはい、ありがとうございました、本当に長い間制作にいただきまして、はい、でこれ今どこに飾ろうかと思ってたのが、はい、ちょっとお店に飾りたいんでちょっと飾ってみましょう、はい、だってちょっとお店に飾りたいんやけど、はい、なんか入ったのね、実はですね、こちら展示用に畳をご用意しました、すげえちゃんとあるんや、豆畳、豆畳、はい、はいはい、分かった、よし、それ持ってちょっとお店で飾ってみよう、はい、はい、こちらで、はい、おお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 いろんなポーズできるよね、そうですね、いろんなポーズできるので、いろいろ試してみてくださいそれじゃあ、はいはいそれじゃあ、メタルガエル納品できました、ありがとうございました、ありがとうございましたじゃあ、彼にはここに来てもらってちょっと渡したいもあるからはい、ということで今日は納品、納品地のこれ何、納品です、納品なんだありがとうございました、ありがとうございます、ね、箱があるんだ、はい、で、これが今日の買い物の代金です、まず普通じゃないコシヒカリ100枚 300g の材どうぞで、これが林さんの一番出した花市でちょっと固めの米 ね、カレーとかピラフに合う1kg、 あ、ね、ありがとうございます、で、これがあなたと一目惚れです、ね、これもこれはいろんな料理に合う、はい、うちのお米です、早生がですけどね、はい、まあコシヒカリは晴れの日に食べたり、ああ分かりました、ということで支払いは終わりじゃないんでちゃんとお確かめください、はい、金額は内緒ですしさあ林さん家の守り神が到着しましたね、これで林さん家も安泰でございます、イエーイ。